まして、そして第2号昨日放ちました。さあ引っ張って一塁間抜けていった。さあ坂本がホームに突っ込む。ホームに帰ってくる。クロスプレーどうか。タッチはセーフ。勇気のボール、どんなボールを狙ってインコースの方に行ってるんですよね、さあこの辺りはどうだ。あ、下がって下がって下がって、今日の1本目が出た。そしてランナーが1人返って2人返しますので、まあ、狙ってはデッドボール、フォアボール、はい、あとこれはどうか。来た。五月最初のホームランが飛び出す。これもいったか。伸びていく伸びていく。今日2本目のヒットはホームラン。高橋周平3打数2安打。バッターが続いていきます。外のボール、これは切るか。伸びるのか伸びるのか。フェンスダイレクト当たりました。亀井が今3塁を蹴った。坂本は2塁到達。依然リードで8回の裏まで来ています。大城の当たり、柳は一歩も動きませんでした。2試合連続安着のリリーフ陣で、そうですね、外国人流れは作りましたね。さあこの打球どうか。伸びて伸びて入ります。制球であったりそういうものを対処していかなきゃいけないので、外のボール空振り三振。最後はバット回りました。空振り三振。7対3ドラゴンズが勝利を収めました。高橋周平のプロ野球新記録。